ある秋の日の朝、ハリネズミは自分の家の近くにある株畑を見に行くことに決めました。その途中で、彼は偶然ウサギに出会いました。お互いの足の速さを比較することになり、金貨と酒の壺をかけて競争することになりました。ハリネズミは家に戻り、自分の妻に競争について話し、一緒に畑に行くように頼みました。妻は驚いたが、結局一緒に行きました。 ハリネズミは彼女に自分が先にゴールに到着したとウサギに伝えるように指示しました。ハリネズミとウサギの競争が始まり、うさぎは早く走り出しました。しかし、目標地点に到着すると、ハリネズミの妻がすでにそこにいると告げられました。驚いたウサギは再度競争を提案し、同じ結果が続きました。ついにウサギは疲れ果て、競争を続けることができずに倒れました。 ハリネズミは金貨と酒の壺を手に入れ、妻と一緒に喜びながら家に帰りました。ある秋の日の朝、ハリネズミは自分の家の近くにある株畑を見に行くことに決めました。その途中で、彼は偶然ウサギに出会いました。お互いの足の速さを比較することになり、金貨と酒の壺をかけて競争することになりました。ハリネズミは家に戻り、自分の妻に競争について話し、 一緒に畑に行くように頼みました。妻は驚いたが、結局一緒に行きました。ハリネズミは彼女に、自分が先にゴールに到着したとウサギに伝えるように指示しました。ハリネズミとウサギの競争が始まり、ウサギは早く走り出しました。しかし、目標地点に到着すると、ハリネズミの妻がすでにそこにいると告げられました。驚いたウサギは再度競争を提案し、 同じ結果が続きました。ついにウサギは疲れ果て、競争を続けることができずに倒れました。ハリネズミは金貨と酒の壺を手に入れ、妻と一緒に喜びながら家に帰りました。ブクステフードのハラハラッパで、ハリネズミとウサギは、こんなかけっこをしたんです。そして、この時からというもの、ブクステフードのハリネズミと、かけっこをしようなんて気を起こすウサギは、 一匹もいませんでした。この話を聞いて、ためになることがありますね。まず第一に、たとえ自分が、どんなに偉いと思っても、うぬぼれて、他のものを馬鹿にしてはいけない、ということです。相手が、ハリネズミみたいなものでもですよ。その次には、お嫁さんをもらうなら、自分と同じ耳分で、見たところも、自分とそっくりの人をもらうといい、ということです。ですから、 自分がハリネズミならお嫁さんもやっぱりハリネズミがいいといったようなことです。